皆さんこんにちは、ターさんの外食日記です。今日はマグロが食べたくなってスシローに来ました。ではお店に入っていきましょう。おお、なんか貼ってありますね。大盤振る舞い、大トロ100円。おお、いい感じだね。では入っていきましょう。おお、大盤振る舞い100円のチラシが流れてますね。お、大トロ100円。これ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 、あ、流れてますね、大トロ。天然本マグロ6貫盛り、これもいいな。早速注文してみよう。まず最初は大盤振る舞いの100円で提供している大トロ、こちらの方パレードさせてみました。どうでしょう。なかなか、まあ出だしはこちらから。ではいただきます。まずは大トロに醤油をさして、どうでしょう、ちょっとかけすぎちゃったかな。100円の大トロパクッと、見た感じはなんかビントロみたいな雰囲気にも見えるけど、まあビントロよりも全然脂が乗ってて美味しいです。お、来た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 、こちらが天然本マグロ6貫盛り。ちょっと見やすいようにカメラの方切り替えますね。こちらが天然本マグロ6貫盛り。内容は大トロ、中トロ2貫、中落ちの手巻き、炙り中トロ、漬け赤身の握りの盛り合わせになります。かなりお得な盛り合わせで人気があるメニューです。では最初はこちらの中落ちの手巻き、こちらに醤油をさして、これ海苔をくるっと巻いて食べられたね。海苔をくるっと巻いてパクッと、食べた感じ普通のネギトロって感じで、こちら大トロ、中トロ2貫、漬けの赤身とあと炙りにも醤油をかけちゃいます。では今度漬けの赤身いきましょう。あ、やっぱ漬けってうまいよね。すごい味が染みてて美味しいです。次中トロ、中トロ、この中トロはすげーまで脂が乗ってるわけではないね。どちらかっつったら赤身に近い感じかな。もう一丁中トロ、中トロがこれぐらいの脂の乗りだから、この大葉の上に乗ってるのが、これが本日のすごい食べたかった大トロ。やっぱ大トロはめちゃくちゃ脂が乗っててうまいね。やっぱこの大葉があるっていうことで、すごい脂っぽいのがさっぱりして食べれてすごいいいね。最後のこちらの握りは炙りの中トロ。最後ということで名残惜しそうに炙り中トロを見つめた後にパクッと。炙り中トロの方が中トロより脂が乗ってうまかったです。大トロを2つ並べてみました。こちらが300円で提供されている大トロ、すごい見た目からも脂が乗ってすごいよね。でこのお隣が今フェアでやってる100円で提供されている大トロ、並べてみるとこんな感じです。形、色、ツヤとか違うよね。300円の大トロに醤油をさして、じゃあまずはこちらの300円の大トロからいただきます。すごい脂乗ってる、め
ちゃくちゃ乗ってる。マジうまいです。めちゃめちゃトロトロで脂がすごい乗ってる。こちらが100円で提供されている大トロ。こちらも醤油を刺して100円大トロいっちゃいます。まあ、油乗ってるは乗ってるけど油の乗りが全然違う。300円の方は口に入れた時から油がこうじわーって広がるけど、100円の方は食べて口入って噛んでこう油がキュワッて出るような感じ。まあ、100円でこんだけ油とろけてるならお買い得だと思います。けどやっぱ比べるとやっぱ違うね。けど両方美味しゅうございました。天然本マグロネギトロ握り、これは150円。ネギトロに醤油を刺して適量刺しました。パクッといっちゃいます。かなり脂が乗ってるネギトロ、これ150円は安いかもしれない。スシローでマグロ三昧、美味しかったです。ごちそうさまでした。本日も動画のご視聴ありがとうございます。うまそうだなと思えたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。